日本の独特の文化の中には、包むという行為があり、風呂敷、ご祝儀袋やポチ袋等、様々なものが、生活様式の中に息づいている。この日本人が大切にしてきた包む文化は、歴史的には古いらしく、起源は定かではないが、正倉院の所蔵物に、それらしきものがあると聞いている。たった一枚の布でありながら、様々な形状、大きさのものを包むことができるため普及していったが、現在では見かけることが少なくなったのは残念である。そんな、日本の風呂敷が話題になっていた。では、どうぞ。今回は、風呂敷への海外の反応です。形状や大きさにとらわれることなく、様々なものを包み、運ぶことができる風呂敷。デザイン性も極めて高いですよね。高まる環境意識の影響などもあって、近年日本でも再評価されている向きがあるようです。海外では、あまり馴染みのないものかもしれませんが、外国人の反応は、さて、海外の反応。なんか知らんけど、あの人手品をやってたぞ。イタリア、22歳。超クールだと思う。私も絶対作ってみる。ハンドバッグを買うために$30無駄にしなくていいもんね、アメリカ。風呂敷の存在自体知らなかった。新しいものってアメージングだよね。国籍不明。新しいって言っても、1000年も前からあるよ。ここでは、リサイクルの概念を紹介したいんだ。投稿者。なんて素敵なアイデアなんでしょう。イタリア、60歳。教えてくれてどうもありがとう。ギフトをギフトで包むなんて素晴らしい方法だと思う。教養じゃなく、こういう無駄にしない相手を広めたいね。アメリカ、38歳。すごい、天才的なアイデアだと思う。イギリス、33歳。こういう伝統が残ってるのはとてもいいね。私も、今度絶対自分でもやってみる。イギリス。私はフランス人だから難しいかも。だけど、すごく綺麗で素敵だと思う。マイ風呂敷を作ってみたいな。フランス、18歳。買うとしたら、1枚どれくらいするんだろう。布？それとも折り紙なのかな？国籍不明。生地が素晴らしく綺麗ね。どこに行けば買えるんでしょう？スイス、63歳。実際に使ってみると最高だよ。私も、自分用に2枚作ったもん。ポルトガル、27歳。信じられないアイデアだね。早速、明日にでも生地を買ってみよっと。アメリカ、25歳。日本に行った時に何枚か買ったんだけど、形を作るのにものすごく苦労してるの。多分、生地が薄すぎるからだと思うんだけど、実用するには理想的なサイズがあるのかしら。アメリカ、76歳。これこそ、元祖再生可能なエコバッグじゃない。イギリス、44歳。購入した風呂敷を紙袋に入れるなんてなんとなく皮肉ね。それに、お財布も西洋風なデザインだし。アメリカ。日本の社会っていうのは複雑なんだよね。日本在住。見てたらすごく欲しくなっちゃった。でも、今はオハイオにいるの。風呂敷って、ほんと綺麗。ベトナム、19歳。最高にクールじゃん。ファンタスティック。イタリア、19歳。素晴らしい。使い方もそうだけど、特に、生地の色彩がとにかく綺麗。メキシコ、22歳。もう文句なしのアメージングさ。私の日本からの友達が、一度やり方を見せてくれたことがあったの。それをまた YouTube で見ることができて嬉しい。彼女は、もうちょっと細長い生地を使って、肩から下げて、腰のあたりまであるバッグを作ってた。ビーチに持っていくバッグとして最適だよ。アメリカ。創意工夫に富んだこのアイデアが、すごく気に入った、メキシコ。キュートすぎるんだけど。アメリカ、19歳。口開けてポカーンとしちゃったよ。こういうのこそ、創造性ってものだと思う。メキシコ。私たちにビニール袋も高いハンドバッグも必要ないよね。出かけるときは、これを使うことにする。ありがとう。アメリカ。素晴らしい。社会の前進を世界に広げよう。国籍不明。日本人を全力で尊敬する。イタリア、47歳。投稿してくれてありがとう。そして、風呂敷の芸術を紹介してくれて。最初に見た瞬間恋に落ちちゃったわ。友達も気に入ってくれるよう頑張って進めてみる。アメリカ、40歳。風呂敷は贈り物にはエクセレントね。すごく気に入ったし、私も使ってみようと思う。素敵で、安くて、すごく独創的なんだもん。メキシコ。これって、すっごく賢いアイデアだと思う。国籍不明。この動画で、一つだけ好きになれないのは、あの包みは、紙の無駄遣いを少なくするエコの友達なのに、どうして、あの黒い紙の包みに入れて、さらに、大きな紙袋の中に入れるの？それを抜かせば、大好きな動画だったポーランド。特に、エコに関心がある方からの評価が高いようでした。再生回数は、約75万で、なぜか、フランスやロシアの方が多数。どこかで紹介されたんでしょうかね。興味深いです。今やエコバッグの時代で、様々なデザインのものが増えており、風呂敷を使う機会がほとんどなくなってきた気がする。しかし、風呂敷の中には、様々な大きさのものや強度を上げるため、刺し子を施すなどもされたタイプもあると聞いている。でも、中にはサイズの大きいものは大風呂敷といい、布団を包めるようなものもあると聞いて、これが、例の大風呂敷を広げるという言葉の語源かと思った。まあ、大風呂敷を広げるって言われることがないようにしたいものだが、ちょっぴり誘惑もあるのだが。